思いませんけど昭谷、うん、先生に来てるためえー、昭谷先生あの最近一番気になってることどういうことですか気になってることですか、はい、うんとねいろいろあるけどこの間ね本が何冊か読んで、はい、面白かった本がありましてね、えー、はい。うん、服部幸男さんっていう人のえっ、ー、とねあの江戸歌舞伎って本があったんだよ服部幸男ってあの料理研究家と同姓同盟いや料理研究家の人じゃないと思うけど <laughs> ちょっと待って今あれだったらさ 出してみるわ、その、あれを。えっと、これか。えっと。いや、しやアの分。シェアの分、シェアの分、くェアの分、シェアの分。シェアの分、シェアの分、シェアら、分。シェアの分、シェアの分、シェアの分。シェアの分、シェアの分、シェアの分。シェアの分、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 シェの分、シェアの分、シェアの分、シかアの分、シェアの分、んェアの分、シェアの分、シェアの分、んェアの分、シェアの 画面共有してて、画面共有し今うん出すからさ、ちょっと Amazon のやつを出そうと思って、これか。えっと、どうすんだっけこれやって、画面共有で、これか。これでいいのか。これだ、見えた。授業になってるし。はいはいはい。うん、これのこの本ですね。うん、同時代よは安いでしょ。俺も100円、俺も少し高かったんだけど。なるほど。で、これね、えっと、第、 あの一生はねえー、とこうちょっとなんか近代演劇的な話してるんだけど <laughs> うん、うん、でそれから以降はその江戸の歌舞伎の話をさずっとやっててさなるほど江戸の歌舞伎ってあの明治以降と全く違うっていう話をそもそもだから読んでもらうのが一番いいんだけど、うん、あのー、明治の時に、ね、明治維新でさ、うん、文明開化やったじゃないそれで歌舞伎って基本的には <laughs> あのー ひやあのなんだろうなんつうかさ貴族な演芸だと思われたってわけよああああそれをあのヨーロッパ型の近代演劇にしようっていうふうな運動があってだから副町長とかその辺がさ、うん、それを推進してそれを真に受けてやったのがあの九代目の團十郎だった話ずなのよねなるほど、うん、でまず面白いのはさ、うん、脚本がないっつうのよあもともとはいや本来はうん、うん、でしかもあの各人がその型っていうかあれで合わせて 言ってさ、うん、で本体はやっぱりその役者なんだっつうのね<ー>役者のセリフとそれからあの観客の関係だっつうの、ねうん。でところがまあもともとはさあれだあのー、出雲のねお国のさ、うん、また提携がなかったのがあるんだけどそれがこうだんだん提携化してきてこらあるじゃない太平記の世界とかさ源氏問題の世界とかさ所作とかそういうのがあってそれで あのなんていうかね、筋があるっていうよりも、こういう世界のこういう調子でこういう話をしたときに、うんその、それぞれの役者がどういうふうな形でセリフを言うというかさ、言うことによって盛り上がる感じって言ったらいいのかな。<ー>それのを作っていくっていうのがさ、本体だっつうの、ね、よ。また即興性があり、そいう,うん、ありっていうかね、だから、もちろん型は決まってはいるとかろんだけど、その中にどうやって、えー、と新しいというかさ、内容的っていうよりもね、 何,何つったらいいんだろうちょっと正確に覚えてないんだけどあのー、新しさっていうのをさ、うん、こう目に見えて言葉になる形での新しさっていうんじゃないものを入れるっつうわけね、うんうん、だからあの例えばまあ実際ほら江戸の歌舞伎って座組が変えるからさ同じ人が演ずることないわけだけどさうん、うん、仮に同じ座組で同じ題目で同じ全、あのー、同じ役をや全員がやったとしても うん、決して同じものができてはいけないっつうんだって。だ<ー>からそれってほらあるじゃんえと日本の方角って厳密に繰り返して一番ダメなんだよね。はあ面,、うん、面白いでしょでしかもあのいわゆる狂言作者っていうのがさ我々の感覚だとこう台本書いて脚本書いてってイメージがあるじゃない。で、はい、そうじゃないっつうのよ。うん、本来はそういうふうにあの役者同士に話し合って こういうのやろうっていうほらあの世界合わせとか打ち合わせやるんだけど、はい、で多分もともと役者特にザガシネやってたんだけど、うん、だんだん広く話も広くなるしさ、うん、長くなるから代理,代理としてやったらしいってっ最初ね何代理代理,人代理人としてだからこういうのにやろうとかさジェントんうんで全体として <laughs> あの 脚本演出で統制するんじゃなくて、うん、どうやったらそのその場面でこういうのを組み合わせたらそう出会いができるかっていうアレンジメントをする感じだったんだよねお<う>だからさあの文人っていうのは文では立つ人じゃない並木肖像が誰かの言葉だったんだけど、えー、と狂言の作者は文人にして文人にあらずっつうんだってほううん。でところが文人って何かっつうと浄瑠璃の作者は文人なんだっつうのよ それからあれが小説家が、うんうん、つまり彼らは文が完成なんだよねうん、うん、完成した文を持ってそれが作品になるっつうわけ、うん、ところが <laughs> 狂言作者の書いたものってのは作品ではないっつうね打ち合わせのためのとか途中の段階で作られるもんである意味で使い捨てだっつの。 さちょっと待って、あの川竹木あたりはあれ、うん、だから、あの辺が相当ね、やっぱりそれ複雑になってきて、うん、幕末から明治になった時っていうの、明治、まあ、っていうのはかなり変わりがあって、それで作者の方が重視されてきたんだけど、うん、それでも木みでもまだそういう感じは残ってるっつだよね。あ、そう。うん,うん。で、しかも <laughs> <laughs> すごいのは、で、今の狂言作者って、さ、歌舞伎座とかいるじゃない？ああ。ああもう台本書かないんだよね。え、そうなの 今の狂言あれだよ、あの、あれ打ってる人よ、あのー、表紙に打つ人、売るじゃないあれが何狂言,作作れ狂言作者なのあれ狂作者なんだよ昔で言うとそう。ほんと書いてますね。ほんと、それ書いてある。だから今は狂言作者って、あの、台本から外れちゃってんだって。ちょ、待って、あれがそうなのそうなんだよ。期限においては。うん。どういうことだ、それ。それ書いてあるからね、読むと面白いし。<laughs> それで結局、あと最後の方ではさ、変化微量の話が一章載ってて、結局、歌舞伎ってなんでみんな、あの、拝命を持ってるじゃない。はいはいはい、うん。あの、白煙とかさ、うん、それからあれって三章とかさ、もともと全部あれ、拝命でしょはいはい。拝命、うん、というか。<laughs> うん、<laughs> で、それはなぜかっていうと、実は、えー、っと江戸の歌舞伎、大阪ちょっと違うのがあるっつうんだけどね、うん、っていうのは、あのー、徘徊から来てると、しかもレンガから。 でしかもレンガの中でも断輪風だってよ。何風断輪。断輪風。断林風のレンガ。<何>だから場所が批判したやつだよね。だからそれの形でどういうふうに繋がるかっていうのが実は入っててその構想っていうのがかなり強く入ってる話とか入ってるわけよ。で全体として見るとねつまりヨーロッパとの違いってのはヨーロッパってやっぱさすごくさ中心化するわけよ。 まあ、たある作者にね、シェフとか作品とかさ、うん、に行くでしょ。ところが、えー、と歌舞伎としっては共同制作だったり、そんなある種何、何複数のものが同調してできるって感じなんだよね。うん、で、それってさ、あの68年の,あのフランスのさ、5月革命の後にあのに、スペインとかフランスでさ、 つまり集団創作演劇ってのがあったんで一時期。で新しいのを作ろうったんだけど結局あんまり成功しなかったんだよね。その場で集まってみたいなんでさ工場ジとかやろうとしてさ新しい民主主義みたいな話でおうおう <laughs> やっぱり文芸,文芸から出るからってやろうとしたんだけどうまく成功しなかったんだよ。はいはい うん、あの今もう廃れちゃってるからさ、うん、歌舞伎って逆に言うとそれと同じようなことをあのー、江戸の歌舞伎天命方で100年はやってんだよね。うん、うん、でそれの違いって枠とか何かっていうものの組み合わせ方と、うん、の組み合わせのところで起こる出会い方でさ、うん、に新しさっていうのをしかも生身の人間と客が一緒ってところが入るっていうの話の感じに見えるわけよ、うんうん。それってなかなか面白いと思ってさ。うん うん、だからヨーロッパは結局ねあのユダヤ・キリスト教の伝統があるからさ、うん、やっぱ中心化ってのがあってさしかも中心にあるのは神様が一番の例でさ、うん、しかもそれほらヨハネの、あのー、福音書にあるみたいにさロゴス言葉と重なってんじゃんところが江戸の歌舞伎はそうじゃなくてその移っていくようなその流れの間のさあのー、ジャンプとかさああ で、隣とは合ってるんだけど、隣の隣に対しては、ここでジャンプしてるとかね。うん。だから、普通は数学なんかだと、A と B があって、B と C があって、A と C までっていうさ、連続の形になるじゃない,はい,は,いはい。うん、彗星の。で、それが逆にレンガの世界は彗星を作らないことが問題になって。ほう。隣のところは合っていて、しかし、隣からその次のにフェーズが変わるようにするっていうの、うん。うん。で、それで、だから、なんだろう、ジャンプと、 つながりっていうのが一緒にこう絡み合ってるみたいっていう感じを出すっのがさなるほどその、うん、レンガの話ででそれの精神を歌舞伎っていうの場面とかそういうところに対して合わせてさ、はあ、でそういうところのユニットになってるやつが型とか書佐なんだってねあのさエンタルさあの、うん、えっとじゅ人形浄瑠璃は本あるじゃないうんだから浄瑠璃はそうじゃないんだよだから浄瑠璃の作者は文章なんだよ、うん、<laughs> 文人なんだよ じゃあな歌舞伎は何ななんだろうな不思議な歌舞伎はそれと違うもんなんだよね。だから狂言だからもともとは多分祭りにおけるさ、即興性っていうか人が集まってさ、中心があるようでないような祭りで今でもちょっとその名残あるけどね。あ、あつさ、え、うんだろ、大衆演劇ってさ、毎日英語違うじゃん。違う違う。ひょっとしてだから台本ないよね、きっとね。大衆演劇大衆演劇どうなんだろう。結構流れは組んでるとは思うけどね、今もちろんさ、 ある程度はそのこなさなきゃいけないから、うんあの、型は決まってるし、歌舞伎もだからそれでやってるっつうわけよ。<ー>だってほらあの、人が変わったりするしさ、ね、でしかも短いじゃないあの練習がさ。 だからそんなところで台本きちんと覚えたなんてことやってらんないってったけよね。あとさ、エンタロってネットフリックスって入ってんだっけ入ってない、入ってない、僕は。いや、浅草キッドって映画があって、名前は知ってるけど、見てないやん。見千三郎ってさ、武志の師匠、フランスでやってた。彼なんかもやっぱり脚本なしで、その場でやってたね、コント。そう、だからその流れっていうのは、即興っていうのは、もともと祭りの時のさ、パフォーマンスって基本的にそうじゃないあの 神様に奉納とかいうとうるさいけどさ、うんうん、その場で怒ってくるとか、一応神様って重心があったっで、それはまあ名目みたいなもんでさ、みこしでさ、うん、実際はみんな台本なんかなくてやってるわけだからさ、だらああいうノリってのは面白いと思ってるんだよね。だから去年、おととしぐらいかなあの、社会学の方の関係ちょっと考えてて、人間の集団ってさ、うん まあ、あの、いくつもあるけど、単純に、まず二つの類型はあるよねって話をしててさ、大田君。んから、彼女、ちょっと、この画面、あの。あ、そうか、ごめん、ごめん。ことでかく。これ。外すの。画面、外しちゃって。外した。なんか、エンターテイメント。はい、はい。あの、だからさ、なんか、あの。あの、ほら、プラトンの対話編とかでも、よ、要するに、なんか。そこらですって、基本的に。要するに、分子じゃないじゃ、すみれと。はい。うん。 つもだからあそこへんとは通じるんじゃないのだからあれはねソクラテスをほらサンバジスって言い方してるじゃないもともとだからつまり結論が決まってて導いていくとか自分の中で結論を人に提示するじゃないんだよね。基本的にまあプラトンがそれを演劇自体にしてる本当のところは分かんないんだけどさ、うん、要するに相手が持っている可能性を開くようにちょ、えっか、と、いを出すっていうのがさ うん、ソクラテスのパターンでさ。だから逆にあれじゃない、あの共演なんかになると、ソクラテスがこう一番偉そうに見えないわけよね。途中まで行くけど、あの魔女の方にさ、うん、こうある日に殺されて、傷つかされるということを書いてるわけよ。そこらなかなかプラトン、プラトンって人は妙な人でさ、うん、哲学者なんだが、哲学者って言い方が本当にいいのかどうか分かんないんだよね、僕は、学者っていうよりも、うんと世間に受け入れしたかった詩人だと思ってるから。 おううん、だから、えっ、ー、と、今までのその世間がいいと思ってたのと違うタイプの詩を作りたかったんじゃないかと思うところもあるよ。あれは詩なんですかうん。基本的にその詩を、しかも、えっ、ー、とね、感情じゃなくて、それこそロゴスで詩を作ろうとした人じゃないかなと思う。おううん。だから、ティマヨスとかの辺考えるとそういう感じするでしょ。おう,うん。うちょっと気になってたところですね。 その歌舞伎以外だと最近気になってるいや、この間、あの、オペラですよね、やっぱり。ついこの間、オランダ人見てきました。オランダ人いや、えっ、ー、とね、演出が変わってなかったから、うん、あの、あんまり、っていうかね、最近には珍しく台本に近い演出だったよね。お<う>国。お<う>最近だからほら、あの、時代背景とかで全然違う形で演出するの多いじゃない。うんうんうん。うん、で、 この間はね、マイスタージンガーもそうだったけど、新えっ、ー、と、12月はちょっと用事があって行かなかったんだけどさ、チケットあったけど、<laughs> うん、あのー、2回ともね、意外と素直に台本通りの舞台設定だったよね。で、逆に、どれだったっけな、あのー、ナブッコやったときはさ、うん、確かあれは現代のテロリストかなんかなってたんだよな。<laughs> うん、<laughs> で それで思ったのがさ、いや、うん、なんでこれで俺たちはオペラバトに見てられるんだろうって不思議になってきてさ。どういうことつまり、だって、まあ一応日本人だからさ、歌詞あんまわかんないってのあるけどさ、うん、ヨーロッパ人だったらね、あの国にもよるけど歌詞わかるわけじゃないまあね。うん。で、それで言ってる言葉とさ、出てる時代背景も何も全部違うわけじゃないまあ演出違うもんね。演出違うからさ、<laughs> これでどうして一つの作品だと思えるのかってさ、真面目に考えたらさ、わけわかんなくなってきてさ。 現代オペラにおける演出っていういや、だからね、つまり何がオペラにおけるリアリティーかって前も考えてたんだけどさ、で、普通は近代、特にあの、オペラが入ってない演劇でオペラタイプの演出ってのはかなり少ないと思わないうん、まあね。うん、まあ相当あの、古典になってるやつだったらさ、そういう演出ってありうるけどさ、ハムレットとかだったら。うん でも、それでも、それで見ると、やっぱり見方ってちょっと変えなきゃいけないじゃないうん。うん。ハムレットも、例えばあれをさ、学校のいじめで演出したらと思ったら、どう思うまあ、でもあるかもしれないですね。あるかもしれないと思うんだけど。b e i n はノットゥービーでね。うん、そうそう。ところが、それをやったときに、うん、えっと、言葉とさ、しかもさ、あの、セリフ変えないとすればさ、王様とか出てきちゃうじゃないまあ、セリフは基本的に変えないですよね。変えられない。変えられない。で、それと状況が全然違ってるわけじゃない そういう意味で言うと、常識的にはさ。うん、で、それが等しいってどういうことなんだろうってのがあってさ。で、さらにオペラの場合だと、それがもっと素直に受けられちゃうんだよね。まあ確かに、だから言語における、その、なんか思考性ってうか、その、うん、インテンションの構造<う>。あり方ってね、違うんじゃないかと思って。だから今まで哲学なんかでもさ、やっぱり普通の記述,記述文っていうのを中心に考えてるけど、 うん、いやそれって本当にそうなんかいなって気がしてきてさ、リアリティってものを見るときに、リアリティの一つの説明の仕方ではあるんだけどさ、うんうん、そうじゃなくて、でオペラで思ったの最初に思ったのはね、やっぱ歌がおかしいと思うわけ。歌って、いや、歌って誰が歌ってんのって。キャラクターがもちろんでやってると見ることもできるけど、俳優がやってると思うこともできれば、うん、それからあれじゃない、あの生物体というかさ、物理的なものとしては見ることができるじゃん。でも全部歌なんだよね。うん でしかも全部不自然なんだよね。うん、だって技巧的なもんだから自然に使ってるもんじゃないからさ。うんうん、ところが、こいつが多分その3つを貫いてる同一だからさ、うんリアリ。ある種の変な意味でのリアリティっていうかさ、手触り与えてくれるね、うんね、うん。で、役者とあれが違う、役者とあれが違うわけだよね。役者とキャラクターと本来1じゃないからさ。 それを、こう、違うものを結びつけてるってリアリティの一つの特徴だからさ。うん、うん、それがある。で、それの方向でリアルを感じるとすると、さっきのように、いわゆる台本的な内容とさ、演出の内容が違っても、少なくともオペラの場合、歌のがそこすごく強く伝あるし、うん、そういう格好で出てくるところっていうのは、で演あの、演劇的な側面から見ると、ある種構造性だよね、それ見てるの。うん、うん。だから、やっぱりね、そのなんかね、 生々しくそこにあるものとしてすぐ見える側面っていうのはリアリティだっていう感覚じゃないアクシャリティとは違うリアリティっていうのをまあもともとヨーロッパの哲学ではさリアルって隠れてるもんだっていう見方の伝統がラにあるわけだけどうん、うん、それがえっとなんていうかねむしろ目の前にあるんだけど目の前にあるものが我々がこう他のものと比較して、えっと、平面的に見るっていうかね じゃない格好でその場にあるっていうとこの例みたいな気がする。うん、うん。で、歌舞伎ってやっぱそういう感じであるんだよね。うん、特にあの、あるじゃない、あの舞台に降りてってさ、世間話しながらさ、歩いてずっと行くとかあるじゃない。ある。つまり崖王子みたいなネタだよね、うん <laughs>。あれって、つまりどの空間にいるかは分かんなくなるんだよ。はいはいはい。 うん、でそれが実はあの歌舞伎が持っている場所なんだよね。うん、だから演劇のける第4の壁ってやつは観客と。うんだからまだ一番大きいのはあれじゃないプロセニアムで作ってる要するに額縁があるとそうだったけど額縁、うんうん、って典型的にそれを表してるじゃない空間的に。うん、ところがもともとの江戸歌舞伎って額縁ないからさ、うん、全部表に張り出してさ後ろ側のところにさ。 あのー、今で言うと、ほら、ゲザーが入ってるとかあるんじゃないあの歌舞伎座なんかで。歌音楽が入ってる、そうそう上流に入ってるし、あそこのとき観客席あるんだよね。だから、なんかほら、昔ね、あの金持ちがノイズムでやったあのた建物の中でみんな観客の中を踊っていくっていうのがあったんですか、うん、あるあるそれは昔からさ、例えば音楽でも柴田美奈緒がさ、そういうのやったりさ、うん、そういう演出あるんだけど、歌舞伎って基本的にそうなんだよ、最初から。うん、うん。で、それの見方は相撲もそうじゃない はい、周りぐるっと囲んでてさ。っていうかまあ大体格闘技ってそうだよね。うんうん、で同じ空間の中でやってるんだけどさ。うんうん、でその場合ってこうものすごく一体感強いじゃない、うん、でしかもプロレスだったらさ場外ラッドとやっぱ腹じゃない、うん、はい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 。うん、だからそういうところっていうところに巻き込まれてるっていうかさ、まあ、ある場所っていうのが、うんうん、日常であると同時にそうじゃない場所みたいなことを作るっていう意味でさ。 だからそれは祭りの場所なんだよね。うん、でそれが晴れの場になってるわけだからさ。うん、で同時にあの歌舞伎のような悪所じゃない悪いとこだからさ。らその辺っていうのはね最近いろいろと面白いなぁと思ってて。そうだね、うんあ。どうしても変な言い方だけどさ演出なんであのーうん、成立しちゃうのかって面白くてでもさ なんか明らかになんか成立しないケースも考えないでしょ、うん、ある、失敗するケースもあるよね。だから、成立しちゃってるって、どうして成立してるのかっんか、うん、だから、2つぐらいあってさ、1つはその構造的なもので考えるっていうふうに解釈しがちなんだけど、うん、で、それ頭で考えてると、実はあんまりうまくいってない場合があると思うんだよね。で、むしろやっぱその場その場での,あのさっき歌とか、その場の感情とかなんかっていうさ、うん、生なものがあってさ、 で生のものってほら昔から言ってるけどさだって、ね、色と形って外転的にくっつく理由がないじゃない本来はでもこの世の中にあるからしょうがなく一緒に出てきちゃってるわけじゃない、うん、まあそれは物理的に言ってさ全部がある意味で、えっと、波動からできてるとかいう話っていろいろやれば説明はつくかもしれないけどさ、うん、少なくとも、えっと、人間が日常通常使ってる概念のレベルでは無関係のもんだよね、うんうん、でそれが一緒に起こっちゃうっていうのはさ あの不思議な話でさ、うんで。逆にそれが不思議だから可能性解とかできるわけじゃん。バラす形で。うん、あのその辺が可能性解がどうなるかと、チャーマーズとかがさ、クオリアで言ってるような話だけどさ、うんうん。で、そこのところのくっつけるキーになってるものっていうのが、実は頭で考えたもんじゃないんだよね、きっと。うん、頭で考えるんだったらさっきみたいに色と形があったときにさ。 いやそれは原子の集団まで分解してなんとかって説明の形になってさ、うん、なるけど多分それって一つの、えっと、そのに対する対応の仕方だけど、うん、それを作ってるかどうか分かんないと思うよね変なのだとだから神様の設計図だと思い込んでるけど普通は、うん、っていうかヨーロッパってそう思ったわけよ進学とかさそれ、うん、からそれを引き継いだ科学も神様の設計図っていうやつ 神様が作った仕方っていうのを体現してると思ってる、思いたがってるとこあるじゃない。うん、うん。それはそれでいいんだけどさ。日本だと多分そういう感覚ないと思うねだってそういう神様いないからさ。確かに、うん。だってヨーロッパだって本当はギリシャはそういう神様いないんだよね。うん、デミルゴスいるけどさ。あれは二流の神様だからさ。あのさ、さっき言ったあの演出の話だけどさ、うん、なんかいわゆる定律論におけるいいかっていうことと関係あるじゃない、うん,なんその。なんか、なんか要するに。うん 日常の手がかのついた意味が違ったふうに見えるっていう、あの、うん、なだったから、なんかあるじゃん、あの、うん、そういう手法。うん。いか的な感じで捉えられることはあるよね、なんかその。うん、あると思う。で、いか的っていうよりも、もともとそういうもんなんだと思うんだよ。もと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 普通が。うん、ところが、えっと、それ以下の状態を全部受け止めきんないし、それから、うん、あの、今目の前にいる相手だといいんだけど、いない人に対してやるときって、いかって使えないんだよね。 これ言葉がそうなんだけどさ、うん、目の前で漫才とかあれとかやるとさ、うん、まさにいいかなんて漫才とかさ、あのー、ずらしでよくやるわけじゃない。ああ、まあね。あれ、文章で書いたらどう思うまあ、ちょっと変だな。変でしょでなぜかというと、文章ってそこにいないやつに、しかも状況を共通しない人間に話を伝えるためにあるわけだよね。うん、つまり、そもそも顔を合わせない、ない誰かわかんないやつと <laughs>、 なんかするるためにやるわけよね、うんうん、だから多分一番最初に、あのー、広い国土を持って帝国とかになってさで命令とかさ事務的なものとか必要なものをやるためには多分書き言葉が必要だよね。うん、でない時に伝承なんだけど伝承やるときに死者っていうのはきちんと覚えなきゃいけないとかあるわけじゃない。うん、言う通りに、うんで。それってやっぱかなり特殊な言葉の使い方でさ。なるほど うん、でそういう意味で人間の共同っていうのが広くなった時にまず最初にその「以下」っていう道具が目の前ってその状況がどんどん変わってくからさ「以下」っていう形で対処せざるをえないとかさ、うん、あのっていうのがあったんだけど人間のその共同性が広くなってさ、うん、ある程度以上の範囲でしかも規模のでかいもの作るよなったらその要素を排除しなきゃいけなくなると思うんだよね。お で、それが多分言葉の中の使い方の標準形になってきてだから、えっと、個人の中を出すっていうよりも共同で何かをするってことのに慣らされてる格好でできた時にその言葉の同化みたいな話ができてきてさ、うん、で、その同化の話っていうのが多分あの意味とか何とかっていう形につながってんだと思うけど、うん、日常しゃべってる時とかその この世の中に対してる時っていうのはそれが使い切れないからこそもう一回そのいや世界自体の方が多分いいかっていうことを常に使ってんだと思うけどさうん、うん、でそれを言葉のをさらに洗練させて使うようになる時にっていうかねうん、うん、あのもしくは状況でそういうふうに出会う時にっていうのが言葉でいいかを使うとこだしだからそうなると実はさっきの漫才とかさ 台本のなさみたいなやつっていうのは、うん、むしろだから、えっと、普通に本当に接してるっていうのはちょっと言い方は強すぎるな。うん、あの世の中の、世界の方があること自体を、うん、の構造をある程度引き取って、それを言葉の上で作ってるっていうさ、うん、別の世界になってるような気がするんだよね。うんうん、で、その以下の形っていうのは日本だとすごく多いと思ってさ、例えばそれがほらあの、桃源郷みたいな話とかあるじゃない。うんうん、で、桃源郷ってのはあの世じゃないんだよね。 歩いて行けちゃうじゃない。それから日本の場合はあの世がそうでしょ。だってよもつ平坂で一度止まってるけど歩いて行けちゃうからさ。確かに。うん、でそう、あのー、それからアクションに入るとか場所に入るとパッと変わるとかあるじゃない。うん、で、えっと、いつもその隣り合わせにいるみたいなさ、感覚、うん、ってのは異界にいたい遠いところにあるんじゃなくてさ。そうやな。 うん、そういうところっていうのが、さっきのその以下という形で、一度は多分ね、もちろんその実利的に必要だったさ、同化みたいな話があったときに、うん、それが、ところはいろんな形で使われる、同化の仕方も違うわけだからさ、うん、例えば政治体制が違ったり、だから目的が違ったりすると違うから、うん、でそういうのが逆に、えー、と言葉っていう形で、まさに言葉の,その意味というよりもさ、さっきのオペラで言えば歌と同じだよね。 うんうん、音を出してるっていう形で文字にしちゃうとそこは結構微妙なんだけどさ、うん、でそういう形でそのリアルだってものを捕まえて重ねてるみたいなとこがさ言葉の文化の中にもあるだろうしさらに言うとそれを書き言葉で頑張ろうとしてるのが例えば小説だと思うんだよね<ー>だから小説ってなかなか出てこなかったじゃないヨーロッパでも、うん、ロマンス詞はあのしったけどさ とこころが小説の形でで出てこないでしょ詩、うん、自体は実を言うともともとが歌だからさ、うんうん、そういう側面があったけど文章でそれをやるっていう技法ってなかなか出んなかったわけだよね、うんうん、だからそこまで洗練された形になって初めて文章上で小説があられたと思えば、うん、じゃあなんで日本は紫分の段階でそれが出たかって言うたのさ、うん、多分それは文化傾向でそういうのが強かったから出たんじゃないかなとかね うん、いうことをちょっと考えたりした。意外とそのリ,アリアルな問題とかそういう話ってね、最近思ってるのは、多分、えっと、どこかの形でリアルだっていうの、これはある意味で力の <laughs> ね、同質なところで力を処理できるから、計算したりさ、なんかって形で、サイエンスの形態でやりやすいわけだけど、うん、それ一本やりじゃ多分ないだろうなって感じだよね。だから人間が生人てる以上、文芸とかそういうものもいろいろ意味があるわけだしさ。うん 政治との関係って常にあるじゃん、うんうん、だからそっちの意味でのもっと広い意味で力って考えた時にさ、うん、あそちら側の話ってのはもういろいろやっぱ考えないでいかんなっていうかさ面白いなと思っててさなるほっきのメタバースはどうですか、うん、<ん>メタバースメタバースはねえー、っとね昨日もねそういうちょっと確か石黒さんがやっているところの、うん、あのなんだえー、っとアバター共生のうんんって話があってさ あれがあるんだけど<ー>えと、それのなんかワークショップはちょっと哲学系の、倫理系ののがあってさ。え野原さんとかいるやつそあ野原さんいたね。うんうん、ちょっとあれ見たんだけど、うん、えっと、一番の問題はね、えー、とメタバースの、まあ、倫理系の話だったからなんで、法学系の方も話をしたんだけど、うんあの、メタバースって言った言い方は、えっ、ー、とね、なんつうんだろう、集合名詞としてわかるんだよね。うん うん、ところがメタバースってそのあのメタバースの、えっと、いろいろモードがあるじゃなくてメタであることっていうその分,分散性っていうかさリゾーンみたいな形になってるところってのをどう評価するかだと思うんだよね。ほう、どういうことしますか例えばさ、うんえね、ネットの特にののア,アバターに対するさ要するに配信での,そのあれが問題になったわけよ誹謗中傷とかがちゃんと意味があれがどうなるかってさ、うん うん、でそうしたときに、今の法律だと、結局やっぱりその中の人の話に持ってってで、中の人が実際の人っていうことを想定した上で、やらないと適用ができないんだよね。うんうん、で、これは逆に言うと、法律っていうのが成立する世界っていうのは、法律自体はユニバーサルだから、はい、どこに対しても同じに成立するけど、そのユニバーサルなものを担保してるものっていうのが、実社会なんだよね。 社会っていうのがそういう意味で常にー、えっと、コーディングされるっていうか接続が可能だっていう可能性が先なのか、はい、むしろその社会を滑るものとしての法律がユニバーサルに適用されるもんだから、うん、うんっていうのどっちが先か順番ちょっとわかんないんだけどさでそういう話をとかメタバースでやるとするメタバースって基本的にはさ、あのーまあ、人のつながりの場面で見ると今 SNS とかやってる時に、ね、グループグルーピングが強くなってるとかあるわけだよね うん、あの比較的閉じてるとこが強いと。うん、で、ところが、えっと、個人の発信っていう意味だと、すごくオープンだよね。うん、どこまで行くか分かんないし、誰が取るか分かんないし。うんはい、だから、そこのところで、閉じてるような、開いてるようなって感じが、実はあの確定的な話にならないわけよ。うんうん、だから、例えば運営とかなんかっていう格好であの、規制的にはそういうふうに言うけど、基本、モラルとかさ、なんとかのレベルで。 やっっっちままてしまったらそれっきりだからさういう意味での,そのやっちまったらそれっきりのつながり方っていうのが、うん、ある意味で、えっと、内的な形での構造性っていうかさ階層性を持たないんだよね。お<ー>うん、でそれがあの構造的に言えば階層がちゃんとあってつながってるシステムってトリートがまず一番、ね、木が一番はっきりしてる構造だけどさ、うん、でさらにそれネットワークってことはネットワークはことは、えっと、切断してるかどうかっていうのが問題になるわけだよね。 うんうん、で実際はネットワークに結局つながってるグラフ見てるからさほとんどの場合。ああうん、でそれはほら脳みそお前さん専門だよ脳みそ見てる時もやっぱハードウェアの方に頭がいって実際は起こってる、霊気してるさ発火状態のパターンがどうなってるかってことの接続性がどうなるかみたいな話が本当なんだけど、うん、そこはやっぱ難しくわかんないんだよねよくね、うんうん。同じことが多分今ネット上の,その情報に対して、えっと、今こういうグルーピングで何やってますよって。 っていうこと自体がさ、うん、そういう格好の霊気の状態みたいにしか現れてなくてさ、おなるほどそれが多分本来バースなんだよね、個こ,この。うん、ところが今までそれをあのさっきの法律とかなんかの設定だと、スタティックなその下側のネットワークのその,かあのチャンネル全体 <laughs> みたいな話と同一視できてたわけうん,うん,、うん。だから多分それができなくなるんだよね、どんどん。う でそうすると、各個人が、えっ、ー、と、オープンに開いてるって話と、はい、その各バースがどういう関係になってるかってところが、うん、バースってのは単位になる、多分そういう接合単位にならないんだよね。単位としてアルジベラックにかあの、これを一つの名前にしてこうなってますよって書き方はできなくなると思うね。だから、えっ、ー、と、どういうふうにそれを理解するかっていうのが、うん <laughs> うん、むしろわかんない。まあ、もともと人間の実社会自体のさ、 あり方がそうだ、うん、それをさっき言った同質化で対処するために法律といのが考えられたわけじゃない。うん、文章にしろ何にしろ。文章もそういう意味ではさっき言った法律的なものが一番多分スタートだと思うんだよね、書き言葉ってうのは<ー>、うんで。ところが今はあのネット使っている時のっていうのはこの場でおくと話し言葉に近いものとそれが全部ログに残るとかなんとかっていう形で書き言葉に近いことがごっちゃになってるわけよね。うん 特質のの違いっていうのが分からずそれで何が起こるかだと思うんで僕にはまだその先が見えないどうなるかお<ー>、うん、だからね多分今ねそういうものがどうなるかってことがまあ実験されてるっていうかね意図的っていうよりもちょっと進化で言えばあのごちゃごちゃして適応のその淘汰の、ね、場面に差し掛かってるような感じがあって。お うん、でねどうにかなっていくっていうかこう,こうだからこうだっつって決めて作っていくのは多分失敗するんだと思う。うん、<laughs> 結局やってみてうまくいっかいかないかっていう話で選別されてくる話にしかならないなと思ってるんだよね。うんうん、でそれの時に、えー、と一番微妙なのがこの、ね、レイヤーの下の方のつまり意味というレベルが上がってこないところでの、えー、と管理をしてるのがあるわけじゃない。 OS のレベルとかもっと下とあと TCP、もっと下のさプロトコルのレベルでさ動いているものがあったときにで、そのレベルが <laughs> もう人間の,そのさっきのほら色と形みたいなレベルに対して、えー、と少なくともそり後ろのレベルのぐらいまで細かくいっちゃってるわけよね。うん うん、だから人間が直接に感覚する多様性のレベルに対して十分そのデジタルな切り分けの細かいおかげであのか可能性ってのを量として多分ミミックできてるんで<う>、うん。で、それの中にいることで十分かどうかが気になってる。なるほど、うん。これはね、変な話であるじゃない。あのデジタルで <laughs> 物作るときとアナログで作るときってあるじゃない。 うん、前テレビでやったけどさフジテレビかなんかで。うん、であれじゃないあのパラパラ作るときに実はそのコンピューター使った、えー、と研磨かけるよりも職人がこう手でやった方がいいってあるじゃない。うんうん、であれって結局前もってそのチェックポイントを分けてるっていう話とチェックポイントを分けてないにもかかわらずそれが、えー、とうまくいってるっていうんじゃなくて 感覚で分かっちゃうようになるってあるじゃない習熟していくとさ。例えばね、自転車の運転、あの自転車乗れるようになるって最初はここをこうしなきゃいけないとかこうだって気に,気にしてるじゃないところが、だんだんそんなの忘れるじゃないだ、うん、から全体としてうまくいってるっていう、はっきりうまくいってるって感じじゃなくて、なんかちょっと違うと気になって探すじゃないおかしなとこ。で、それって習った時のものと、習った時のチェックポイントの とは一致してないんだよね、うんうん、でそれはそのチェックポイント自身がこうやればいくっていうさっきの設計図とかさそういうあのー、えっ、ー、と同化されてる側面でしかも重要なもんだけど同化されてるものが常にさ以下を含むものを伴ってきてるから、うん、この,の以下を伴ってるものがうまくいってる時は同化の部分だけで作ったけどうまくいくわけよあり合わせで。 うんうん、ところが何か起こった時にその同化されてる部分に以,下され以下になる部分に齟齬があった時に何が起こるかっいった時に、うん、それをいちいち見てるんじゃなくて全体の感覚みたいなもんでつかんでんだよね<ー>でだからそうすると,、えーとね、感覚のズレがあった時にそのズレを以下,の以下っていう形で目に見えるようにする能力があるかどうかで、うん、<laughs> しかもそれが、えー、と細かさの中はどこまでいくかなんだよね。 だから多分数学とか形式ットであのいい人ってそういうところの感覚が優れてるんだと思うし多分幾何学はそれがすごく強いんだと思うんだなるほどだからほらあれが「ラビ合う太陽体」のさあれ作った浸透に合うっているじゃない、うん、で彼がほら「あの世界をんだっけあれ見た数学者」っていう小説あの自伝的なエッセーがあるんだけどさ、うん で、あれ読んでると、彼なんかやっぱり、その、気間っていうのが数学のかなり、まあ、本人が幾何学者だからね、うん、あれなんだけど、かなり強いものを見てるわけよ。うんうん、で、それ、期間、あの、台数ってのも、その、同化された上でのシステムの話だから、基本的にはね。うん、でもそうなんだけど、うん、さっき言った、その中でもやっぱ感覚っていうの、多分あって、その、違う以下の可能性があったときに、うん、っていうのを開くんだけど、期間はそれがダイレクトに出てる感じがする。 ね、俺今話聞いてて思ったけどさ、うん、お前の頭の中の最初からメタバースあるよね。いや、そら知らん。っていうか、さっき言った意味で、人間の脳,脳のその霊気の状態っていうのパーソナリだとしたら、<え>メタバースそのものなんだと思うんだよ。いや、か俺、思ったけど、今言われてるメタバースってさ、トリビアルな感じが僕は知らないどね。まあうんうん お前だって最初メタバースの野原さんが出てる研究会の話が出て今ヤウンまで来たからすげえなお前相変わらずすげえなと思ってたか,からさっき言ったじゃない <laughs> その脳の歴っていうこと自身があるその一つのさ同時性と <laughs> あの同質性出すとすればそのもう当然し人その発火してその発火がどうなってるかっていうこと自体がさどういうふうにあの単一のバースを切り取るかって話の問題だからもうさんの活はメタバースじゃない <laughs> まあね本来。うん、今別にだ誰の中にあったとおかしくないと思うんですよ。いや,いやそうなんだけど、面白いなだから問題はその同化ってことをやって、<laughs> しかも、えっと、同化自身が今言った感覚みたいなレベルを伴うように、うんえっと、要するに感、主感というかさ、人間の間でそれができてるかが多分問題なんだよね。あ<ー>で、それってほら連帯とか何とかっていろんな言葉があるわけだけどさ、うんうん、またね、非常に未熟なんだと思う。 でその未熟なところを実は宣伝して一つの手段が多分文芸っていうかさ、<ー>うんっていう世界なんだと思ってなんか歌舞伎の方に戻ってきましなぜか戻ったんだけどね <laughs> <laughs>、うん。だからそういう意味での、あのー、ことが多分ね、芸術とかああいうもので単純にその、なんだろう、作者が自分と中身を、あのー、出すっていう側面が今、やっぱり主流になってるじゃない、評価として。 うん、クリエイティビティの話っていう形でさ。うん、いや、そういうスパンだけじゃないだろうなって感じがするよね。あ、そうだ。これ、これ視聴者が取り残されないために振るべき、うん、あのネタを思い出しました。何ですかえ、何最近深夜アニメは何がい,い,いやー、最近深夜アニメね、見てないんだよ。見てないのうん、時間がやっぱりね、あれなんでね。うん。うん で、最近ね、くだらないといえば、もうネットの無料の漫画ばっかり見てるからで、ね。えネットの無料の漫画うん何が面白いですかいや、っていうかね、僕はほとんど異世界ものばっかり見てるからで、ね。<laughs> どういうもんですか最近はね、あの、いや、やっぱりね、傾向があってさ、はい、うん、あの、あんまり暗いっていうかね、その、日常系はあんまり見てないんだよね。っていうか、何しろ今やったら本数あるからさ。うん、うん、で 少年ジャンプのノリではないんだけど、うん、あのー、最近多いのは、多いのはあれで、多いって、俺が見てるってだけなんだけどさ、うん、異世界転生もんですよね。え、あの、テンスラーみたいなやつですかなんだ、テンスラーはまださ、あれは少年ジャンプノリが強いんだけどさ、あ、もうちょっとなんか違う、ね、もうちょっとね、あのー、くだらないというかね、例えば、ね、あのあれですよ、悪役令嬢、転生ものとかね。え <何>ええゲームの悪役令状に転生するというのがあってさ<ー>、うん。で、大体パターン決まってんだよ、みんな。へ <laughs>、えーうん。パターン決まってんだけど、うんうん、それで大体主人公は悪役令状になってしまうけど、本人は育りたくないとかさ。<laughs> そういうパターンだったりさ。あともう一つはね <laughs>、うんうん、食い物系がちょっと減ったけど多い。どういうんですか、うん、例えば、えっ、ー、と、なんだろう、召喚されていったときに、 正常になったんだけど、うん、それのあれが食い物のに出てくるとかね。<お>それから、うん。えー、っとね、何があったっけえ、どういうことい,それがさ、うん、いや食べ物ってのはね、結構気になっててさ、<い>例えばその悪役令状系でいくじゃない,いそうすると、そうならないようにするために自分のところをさ、改革しようとすると、<い>で、これがね、えと、大体。 設定が中世のあれみたいになってるから食い物がまずいから食い物をいあの革命をしようとかさそういう話意外とあんのよ。うんうん、それからまあダイレクトにさえっ、ー、と異世界とつながってしまったね日本の居酒屋ってのがやってんのもあるしさ。<laughs> <laughs> えちょっと待って、あの悪役令状ってね、最近、文字列は何とか頭の中に変換できたんだけど、うん、初めて聞いた文字列で、逆に言うとどういうキャラクターセッテ要するにあれだよあの、あるじゃない、例えば、あのヒロインがその例えばさ、王子様とさ、うん、とかそういう、まあ、いわゆるあれですよ、うん、あのターゲットとあのうまくいくようになるっていうゲームベースみたいなのものがあって、しかも何人か候補がいてってあるんだけど、邪魔をするやつが悪役令状だらけ。 <で>ああ、白雪姫の,、えー、と姉の姉妹みたいな違うか。白雪姫は姉じゃないけどさ。シンデレラのお姉さんとかさ。はいはいはい。しかもそれが単に意地悪とじゃなくて、権力があってさで。それなりに能力も高くてさ。とかね。 で大概その王子様がそのヒロインの相手になるとするとその元婚約者だとかさあ<ー>そういうパターンよ。もヒロインよりはそっちの方が面白いんだろうね,ね<に>っていうかね,はねあの昔はヒロインの方だったんだけどそうじゃない方に入っていくとか、うん、さらにもっと最近、ね、あのヒロイのはさ、うん、そういうふうにだったのともともとの現世にいた人は不女子だったとかね。 <laughs> しかもその,そのゲーム大好きでゲームのヒロインが大好きなのに本人はヒロインにならないでアクレゲーションになってしまってヒロインを助けたいとかさ非常にひねってるのが多いえー、それってさ無料プラットフォームってどういうとこなんていうとこなんですかいやえっ、ー、とね無料の漫画って言って検索すると出てくるよ見れるのはいくつかえそれ勝手に置いてあるの置いてあるネット上でそれ何えっ <laughs> どういうことその作者はどうやって儲けてるの たぶんね、例えば、えーっと、出版社自体がアピールとして出してるとこがあって、うん、で例えばにわかさんは、例えば一月とか二月とか置いといて、うん、で公開期間終わるとあの見えなくなるわけよ。<ー>一番最初と最新のちょっと手前ぐらいにしておいて、最新のよりも古いやつは、例えばこう紙になってさ、うん、とか見えますよとか、それから あの今公開してるよりも先に見えるやつは有料で見えますよとかさ。あ<ー>つまり、ある種のサービスっていう形でやってるわけよね。なるほど。だから、あれよデパートの試食と同じだよ、感覚的には。デパートの試食って全部あされば十分食えるじゃない違う <laughs> 違う、翔太先生その、無料部分ばかり見てるわけ。ばかり見てます。<laughs> で、十分楽しい。十分楽しい。ただし、それってやっぱ短いところだと1週間で切れちゃうから。 あうん、だからそれで見ると時間がかかるっていう問題はある。いやそのタイムウィンドウを逃さないようにしないと。でそう、それが外れると、例えば完全にその後、いわゆるあの登録して課金の形でそのいくらっていう形、いくらっていうかさ、現金じゃなくて、その中でのそのポイントみたいな格好でそれ読みますかみたいな話になってるわけ。え、あのさ、それって、うん、あの今、 新アニメからそっち行ってるってことは、新アニメよりはそっちの方が。逆に深夜アニメの元はそれになってるのが多い。あ、元ネタがその、逆にそこで元ネタ出る方が多い。悪役令状もなだけじゃなくて、うん、例えばねとえと、この間終わったんだと思うけど、アニメで、うん、雲ですが何かって知ってる。うん、雲ですが何かっていうあの、これは女子高生がいきなり、どういう女子高生か分かんないね。うん、いきなり、えー、と天変地異みたいな形で、 うん、異世界に転生するとなぜか雲になってるってね <laughs> 雲のモンスターになってるってそれをずーっとやっていくってんだけど <laughs> これね紙の漫画とそのネット上の漫画に出して、うん、ほぼ平行で先に行ってて<うー> <laughs> でそれが、えー、としばらくしてからアニメになってこの間放送してたとが雲ですが何かうんでもう一つはね、うんあのー、テレビのアニメになると基本的にキャラクターが可愛くなる あ変わるんだよねでもう一つなんていうかね年齢が少し下がった感じになる。ということは漫画の方がより濃いのね。濃いとかねそれから、うん、絵がね逆に雑だからこそ味があるとかね。へん。だからちょっと違うかもしれないけどほらゲームやる時にさ2つ方向があったわけじゃない。うん、ハンディでいつも見れるけど、うん、<laughs> 実はポリフォンですごくいい加減だってやつとプレステ系でさものすごく実写に近づけるゲームにしていくっていうのとさ。うんうん うん、で、実写に近づけることってそんなに受けてるかどうか分かんないんだよね。あ<ー>で、あの、アクション系だと多分そっちなんだと思うね。うん、うん。自分がそこに入り込んでやってるみたいな形でさ、うん、モンハンとかの感じだと。うん、ところが、RPG って必ずしもそうじゃないんだよね。<laughs> むしろストーリーが問題だから。なるほど。あの、そこの部分っていうのはちょっと感じが分かればいいでさ、そこまで成功にしなくたってっていうのがあるじゃないうん。うん、つまり、どういう単位で動いてるかっていうさ、 場面の切り替えみたいで。うん、で、アクション系だと全部つながってるじゃないずーっと世界が。はいはいはい、うん。で、それだと、あのー、リアルな格好の方がいいだろうし、うんうん、ところが RPG だと、その場面ごとに切り替わるんだよね、キーが。どこ通ってるかって地図見てたり、ウィザードリアショーはちょっと違うけどさ、うん、それと戦闘の場面って、こう、あのー、ユニットごとに違ってるじゃないうん、うん、そうすると、そこ、あるユニットだけリアリティ高くしても、あんまり意味がないとかさ。 逆に異常な感じがするのかもしれない。うん、っていうようなことがあると、実はその、ストーリー全体がどうつながってるかっていうのを考えたときに、うん、空想的なもんって意外とやっぱり漫画とかああいうのってユニットがはっきりしてるから、うん、連続性があるかどうかっていうと、画像とかの感じっていうのが違うんだよね、きっと。なるほど、うん。だから逆にあの、アニメに持ってくると連続性やっぱ高めるっていう必要があるんだと思うんだよね。なるほど。 場面が変わったとしてもっていうのところが <laughs> あの、漫画だとそこの切り替えがものすごく簡単なんだよね、逆に。絵でもガサッと変えられるじゃない。例えばギャグ風にすると、いきなりさ、突身が縮むとかさ、うん、情けない顔になるって、漫画では上普通の使い方だけど、あれアニメで使いにくいでしょ。うんうん、アニメでいきなりあの、最初からひょうたん好きだったらいいけどさ、手塚治虫の。うん、主人公がいきなりさ、顔が崩れてさ、ぐしゃっとした顔になるって、アニメで滅多に出ないじゃない。 で、あれってやっぱりそういうね、連続性と、連続性ってある種の同,同一化っていうか同化の方のさ、うんうん、機能だから、うん、それとその新しさみたいなその転換としての、まあ、もういわゆイカっていうのがあったときに、うん、逆に動いてないからイカがしやすいんだよね。お<ー>うん、で、その意味で、だからオペラ,がのオペラとかが面白いとか、壁が面白いってのは、イカがものすごく強烈なんだよ。なるほど。うん、いいところに来ましたね。 うん、以下がものすごく強烈なのに、うん、それはあの、動画を元にしてる脚本とか筋がベースになってないからなんだ、んなるほど、うん。で、それが運動、運動の形態でできるようになってるのは何かってうと、そのセリフとかさ、オペラだと歌とかさ、うんうん、つまり意味、意味をに通して、動画の筋で解釈できない何かがあるものなんだよね。歌舞伎だとやっぱ声色ってす,すごい大事じゃない。 どういう音の声なのか、色の声なのかっていうのがさ、うん、そういうところなんだと思うな。なるほどそこに対するね、さっき言った、そのさっきほらあの、デジタルとの関係のも言ったけど、うん、イカっていうのは最初から揃ってるものをやるんじゃなくて、感覚からイカを見出すってのなんだよね、きっとね、うんうんで。もちろんそれ見出したものが、例えば今、ネットだとかっていうか、技術だったら、十分細かいところで対応できちゃうのもあるけど、うん もしかしたら、それで、それの、あのー、今のデジタルと技術のデジタルの枠で、捉えられないものに出会うかもしれないんだよね。なるほど。ほとんどの場合、多分ね、そうならないように言ったら、う化とイカが共存するように進んできてるっていうのが、う化中心にしたサイエンスベースのさ、うん、発展なんだろうけど、なるほど。でも、それ自身がそこで止まらないでいくとしたら、そのイカの関係、イカ その隙間に入るイカがあるかもしれない。えっ、ー、と、確率的にはすごく少ないだろうけど、減るだろうけどね。うん、っていう可能性が残るためには、その感性とかそういうことのさ、っていうのをやっぱりあの人が持つようにならないとさ。<分>で、もう一つはそれがその動画をベースにした、その、なんだろう。えっ、ー、と、人間感みたいなレベルでのさ、うん、イカをあの持ってくるような感覚ってものをさ、うんうん、どういうふうになるか。<laughs> で、<laughs> もしかすると、 今ネット上で感情がすごくはっきりするじゃない、うん、あのいい例じゃない方なんだと思うけど、例えばトランプに対する同情感とかさ、まあそうですね、うん、それから <coughs> 中国におけるさその愛国心とかさ、うんうん、それから、ね、ロシアにおける強いロシアみたいな話とかさ、うんうん、あれって素朴な、ものすごく素朴な格好で、<laughs> あのー、悪く言えば、定俗っていうのは悪,悪いんだけど、その動物的に言えば、すごく初歩的なレベルでの うん、その集団におけるその感覚のまず共有というか感覚の形成の一つだと思うんだよね。なるほど。うんだから今ネット上でそういうのがいろいろ出てるってのは、えっと、進化論みたいな形でかなりその初期の段階が始まってることの表れかもしれないなって思う。なるほど。うん、今、翔太君の話を聞きながら、翔太里何人かに似てるなと思って思い出したのがこれでした。え <laughs> ショタにカピゴに似てるという。なん,なんだそれあれかあのポケモンのあれか。<laughs> お前のカピゴにそっくりだなと思って。<笑><笑>昔お前おっら答えた。白、まあはい、やってたね。ショタに先生にお話を伺いました。いはいはいはい。うん、えー、ということでショにさんとの対談というか私は一本的に生きている、えー、動画をお届けしました。あの本当にこんとこですねショタに剣の話が聞きたい聞きたいっていうんで、Zoom、えー、で、えー、急遽彼とつなげて。 お話させていただきました。えー、まあこれ僕も本当に彼と18の時に会ってからですね、えー、大学1年の時にクワパキャンパスで会って以来ずっとまあ彼と一緒にいるんで、本当にもう、まあこの感じ慣れてるわけですよ。まあ初めて聞いた人はびっくりするかもしれませんが、で、なんか一つ聞くとずっとなんか喋ってるんですよね。ああ、ああ,あって俺聞いてて、それで、もうこれをだからもうずっと18からやってるという、えー、あのー、本当にいつも学びが多い翔太君です。えー、まあね、メタバースの話から最新の えー、何でしたっけ悪役 <laughs> で、ジョジョもうね、忘れんまい,いや。なんか、わ、あの、そう、そういうね、えー、漫画まで、本当に、えー、た、たくさんのことを知ってる翔谷くんですから、ぜひ、また翔谷くんのですね、話はですね、えー、このチャンネルでは、えー、お届け、オリンフェイでお届けしたいと思いますので、えー、季節が良くなったらね、また一緒に二人で歩きながら話したいと思います。えー、もしよろ,ろ,ろしければ、えー、この無意見、チャンネル登録してください。翔谷県のファンの皆さん。他にも変な人出るかもよ。じゃあ、 また会いましょう。塩谷くんのお話をお届けしました。<laughs> 本当の面白いよね、塩谷。